はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。11時半でございます。全場終わりましたね。日経平均見てみましょうか。-107、ちょっと緩んでますね。それ26,915円、ドル円 113.84 ですね。はい、やっぱし原油も高いですね。 85.36 で今日はこの辺りで行くんでしょうか。さて、朝鮮オンラインでございます。朝鮮日報貼りません。今日はねこんな記事で、なんで昨日と同じこと出てんやろうと思って、ちょっと違いましてね。これは今日の11時ですが、もう30分前出た記事ですけど、イ・ジェミョン候補、選挙に負ければ監獄、決して私のことではないって。お前のことやろ、それはって。何言うてんやろなと思うんですけど、与党議員ら、イ・ジェミョン候補が泣く動画シェア、せっせっと胸に迫る。罪のない者だけが意思を投げよう。聖書の言葉でしたね、確かね、これね、前は。何のこってるなと思ったら、こういうことなんですね、読みますね。韓国与党、共に民主党のイ・ジェミョン候補は、が先日、大統領選で負ければ無実の罪で監獄に行くことになりそうだと発言したことについて、決して私のことではないと24日明らかにした。これはイ・ジェミョン候補が同日、YTN とのインタビューで、検察共和国が再び開くのではないだろうかという懸念を表したものだとした上で語ったものだ。日本語は変。イ・ジェミョン候補は22日、ソウル市昭和区内での演説、遊説で、今回私が選挙で負ければ無実の罪を検察が作って監獄に行くことになりそうだ。私はこれまで生きてきて実に多くの既得権とぶつかり攻撃されてきたが怖くなかった。だが今は怖いと言った。野党はこの発言について、イ・ジェミョン候補が選挙以降のことに対する不安を表現したものだと解釈したが、イ・ジェミョン候補はこれを否定したことになる。野党国民の力のキム・ギョヒョン院内代表は、土地開発をめぐるテジョドン事件の中心人物として監獄に行くしかない自身の運命に対して、知らず知らずの間にその本音を吐露したものだと言った。まあどうやらそうでしょうね。最近ですね、最近の世論調査を見てますと、ユン・ソクヨル候補ですね、野党、国民の力のユン・ソクヨル候補がですね、イ・ジェミョン候補を上回ってます。2、3% であればね、誤差の範囲内なんですけども、10ポイント近く上回ってる場合もありまして、そういうのは最近多くなりました。まだ投票までですね、50日近く、40日近く、40日ちょいあるんですけど、3月9日やったかな。なんで、まだまだ、40日ちょいあるんですけども、まあ、もうそろそろですね、スキャンダルも出尽くしてるんちゃうんかなと。何かものすごいのがあってね、それをまた握っててですね、最後にこれを出したんねんとかって言うんであればね、もうちょっとね、イ・ジェミョンさん余裕こいてるはずなんですよね。まだ大丈夫や、いけるとかって。先日、キム・ゴンヒさん、野党候補、ユン・ソクヨルさんの奥さんですね、40何歳の、とってもお綺麗な方ですけども、が、与党系のネット媒体、ネットメディアの記者から、電話取材を受けた7時間のテープがですね、公開されてですね、あいつらみんな監獄に行かしたるとかって言うてる、なんかそんな偉そうに言うてるこう音声も全部公開されたそうでございますけど、それが決定打になるかというふうに思えたんですけども、実はキム・ゴンヒさんのファンを増やしたみたいな。なって300人のファンサイトが 6万人になったんですよ。6万人、当然ね、キム・ゴンヒさんがですね、ファーストレディになるのを応援するわけでしょ。6万票増えたわけですよ。で、6万票増えたって、多分投票権ある人はですね、どうでしょう、5000万の国民ですから4000万ぐらいはいると思うんですね。4000万のうち6万、4000万の分母で6万増えても、確かないですけど、でも減るよりいいでしょ。
ええよ、いいでしょ。だから、あんまりね、そのスキャンダル合戦、やりすぎて国民はかなり飽きてるわけですよ。で、逆にですね、キム・ゴンヒさんみたいなですね、こう、ビジュアルの言い方がですね、そういうことを言うとですね、わあ、いや、すごいやん、面白いやんっていう、なんていうか、野じ馬的な人が増えてきて、いや、これは絶対あの人をさ、ファーストレディにしなあかんでとかっていう、反作用が生まれてきたわけですね。よくあることですけども、なんと言いますかね、相手を貶めようとしていて一生懸命やるんですけども、でも結局貶められてるのは自分の方で、相手は別にこうね、何とも感じていないというか、何の影響もないというのがですね、よくある話で、これお隣さんではよくあるんですよ。いがんじるって言うんですけど、第三者にですね、その悪口を言いまくるわけですね。言いまくるとですね、その貶めたいと思うやつの悪口を言いまくるとですね、貶めたいというやつが貶められるというふうに彼らは考えるんですよ。で、その通りに行動するんですよ。で、日本ではね、そのいがんじるっていう、誰かの悪口を誰かに他の人に言いまくるっていうのは非常に格好悪い行為でしょ。だからお行儀のいい人は他人の悪口をほぼ言いませんよね。ほぼ言わないんですけども、そのお行儀が悪いとはされないんですね。向こうではね。いがんじるするのが普通なわけですよ。だから、それが大統領選挙にまでですね、こう、拡大してですね、相手の悪口を言いまくる、スキャンダルを出しまくるということをやれば、自分が当選できるんちゃうかと。まあ、風土の違いっていうのはね、おかしいもんで、それをこうやりまくった結果ですね、大してこう、なんと言いますかね、効果、所定の効果を上げられずにですね、かえって自分の方が不利になってるというような感じがしますね、このイ・ジェミョンさん。ユン・ソクルさんは元検事総長なわけですけども、ご本人にはですね、スキャンダルめいたところがほとんどないんですよ。そんな普通やんみたいな、いろいろ出してくるんですけど、そんな検査普通の検事やるやんみたいな。検事といえどもね、何もかも公明正大なわけではなくて、やっぱり人間ですからね、多少どっちかの方を持ったりとか、公衆は恣意的にですね、なんか言うたりもするわけでして、それをいちいち出してきてもですね、別にどうでもないなと。で、奥さんのキム・ゴンヒさんのスキャンダルはかなり決定的だったんですけども、最初ね、履歴書にいろいろ持ってたと、ないことないことと思ってたというのが出てきて、かなりこれはまずいなと思って、この嘘つきをですね、大統領夫人にファスレンにするのはさすがにお隣さんのあれお国柄でもちょっと抵抗あんやろうなと思って、でキム・ゴンヒさんが涙の謝罪会見を開いたんですね。で、その後でその7時間テープって出てきたんですけども、それについては別にあれですね、イ・ジェミョンさん側はこれでやったと思ったんでしょうけど、逆効果であったかもしれませんね。で、それに対してこのイ・ジェミョンさんっていうのは全然支持率が上がらないんですよ。やっぱりね、見た目が小ずるそうっていうのもありますけども、テジョドン疑惑という土地開発をめぐるですね、市長時代に、多分この人黒やろっていう感じなんですね。ところが、政権側にいますから、捜査が及ばずに。日本もそうですけど、政権側にいた方が捜査ってなかなか及ばないんですよ。特にあの国はね、構想書なんていうのを設けてですね、政権側は捜査したらあかんということになってるわけで。ですんで、捜査及んでないんですけど、すでにこう3人の方がね、自ら命を絶ってるんですよ、この事件に関して。で、普通に考えたら、なんでその一番トップにいたですね、イ・ジェミョンさんがノーノーとして大統領になろうとしてるのっておかしいやんというふうに思う人も一定の数いると思いますし、私も真っ白ではないと思いますね。よう知りませんけど、匂いとしてね、感覚として多分これ真っ白ちゃうでと。なんでほしたらね、3人の方がわざわざね、こう自らの命をね、あっち以外やらなあかんねんと思いますからね。もうちょっと読んでいきますか。一方で、共に民主党の議員らはイ・ジェミョン候補の前日の涙の遊説動画をソーシャルネットワーキングサービス上でシェアし、支持を訴えたと。予想ですね、涙の遊説ってそんなんで、お涙ちょうだいですか。イ・ジェミョン候補は自身の政治的故郷であるキョンキド城南市で演説した際、30分間涙を流した。
日本では人前で涙を流す男がね、人前で涙を流すっていうのは決してそれは好意的には受け止められませんけどね誰かやっては、石原伸晃ですか、やってましたね、結局あかんかったよあいつって感じですけど同党のウォンシク議員は争うしかなかった兄との関係を説明せざるを得ない残酷さを見た。それでも彼は自分と同じ境遇の人に絶望ではない世界を作ろうと考え成長すると言っていると述べた。チョン、お前はこの辺はやめましょう、はい、あんまり意味のない内容ですね。これ晴れませんのでね、朝鮮ラインは私今半分ちょい読みました。読みたい方は行ってみてください、イ・ジェミョンさんですね、今の情勢だと負ける可能性が高くなってるんですけども、負けるとですね、自分は監獄に行かなあかんと本気でですねビビり始めてるというのが伺える記事でございました。イ・ジェミョン候補、選挙に負ければ監獄、決して私のことではないというタイトルの記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。